トラマンのいる商店街に行ったんです。探してみよう、ウルトラマンとかウルトラ怪獣がどれぐらいいるか。ビーってなるか楽しみ。トリガーはいる？わかんない、探してみて。カチンやれる？もう見つけた？あ、ほんとだ。これ誰？これ、ウルトラマン。マンだね。それから、アイスラッカーじゃないよこれ。それかっこいい、これもほら。あ、ウルトラマン。ね、ウルトラマン。嬉しいね、セイタロウ。これはセブン。もう見つけちゃったね。これはクリボン。クリボン。クリボン？クリボン。違うよ。なんだこれ。これはあれだよ、ピグモン。ピグモン。これは。セイタロウ、もっといるからいっぱい探そう。今日はこの祖師ヶ谷大蔵の駅にいるウルトラマンを探しに来たんだ。いい？いっぱいウルトラマン探す？うん。じゃあ頑張るぞ。ウルトラマン探しに出発？出発。ゼロあそこにいるね、さすが。本当だね、同じポーズだね。はい、ゼロ取りたい。ゼロ取りたい？よかった、行こうか。じゃああそこにゼロの下に。ああ、本当だ、かっこいいのいるじゃん。トリガーだ。あ、じゃあこのトリガーと一緒に取る。ポスター取るよね。うまく取れた？ゼロ取れた。よかったね。このウルトラマンスペシウム光線なんか前に飛ばないで横に出てない。なになになに。セブンの、ああそこ、これセブンのメガネ。なんか角入ってるから太郎じゃん。この町はウルトラマン。あ、本当だ。ウルトラマン。黒がないじゃん。いた。うん。工事してるから一回撤去して、新しい。じゃあウルトラマン今いないの？あそこにはいない。あそこにはいない。あそこにカリゴンっていうのがいる。どこに？そこに花屋さんがいる。カネゴンいる。カネゴンいるって言ったら、ウルトラマンね、今ちょっとどっか帰っちゃったみたい。あ、ほんと、ここにいる。どれ、セイタロウ。どれ、ウルトラマン。あ、ほんとだ、ウルトラマンいるよ。いたね、かっこいい。お、見せてくれるって、セタロウ。ありがとう。これはなんか年代物ですね。すごい年代物だこれ。かっこいいね。シュワしてるね。かっこいい。じゃあこれで満足しよう。ほら、ちゃんと動いてるね。ほら、かっこいいね。猫ちゃんもかわいい。いいんですか？いい。お先生なんていうの？まあ、古いやつ。すごい嬉しい。ありがとうございます。すいません。最初の時にこれも好き。うん、かっこいい。じゃあちょっとカネゴン探しに行こう。花屋さんのところ。曲がって。はい。5分歩く。うん、わかりました。行ってきます。はい、すいません。ありがとうございます。よかったね。何？ありがとう。何が？ウルトラマンプレに来てくれて、ウルトラマンのとこ連れてきてくれて、いいえ。セイタロウが喜ぶと思ったんだけど、ほら見て、ここだよ、ここ、おいで。本当はこの駅の前のところ、ここにウルトラマンがいたんだって。今ちょっとウルトラマンのとこ工事してる、いなくなっちゃったんだってね。新しくなったら持ってくる。新しくなったら持ってくる。いつぐらいになりますか？あ、まだちょっとわかんない。あ、そう、まだかかりそうですね。うん、じゃあその時かよ。見える？ウルトラマンいる感じする？ここにいたんだってよ。うん、でも今多分他のなんか怪獣倒しに行ったのかな。また帰ってくるって。その時かよ。うん、ね、バイバイ。ね、すいません、ありがとうございます。ウルトラマン商店街なんかやってるよ、ほら。
9月1日から8日これだけある加盟店で3000円分のレシートを一口で応募できます。だってじゃあこのお花屋さんを曲がってカネゴを目指しましょう。さっきのウルトラマン広場まであと80メートルですよって書いてあるけどいないんだよ。ウルトラマンが今は80メートル先には今はいません。残念。なんかあったぞ。映画館？違う。何？ウルトラマンショップ。M78 だ。ウルトラパンあるよ。毎月ゼロの月日がホットケーキにウルトラマンゼロが登場。何？カネゴいた。いた？どこ？あそこ。ん？いたいた。行こう。車来るから気をつけよ。絶対早かったね見つけんの。よし今行けるぞ。行くぞ。なんか食べてるよ。じゃあ隣に座っていいよ。せいたらほらカネゴの隣。触っていいよ。触っていいよ。お腹何されたの？すぐ近くにいるのがゾフィーなんだけど、せいたこっちへね。ほら、あそこにゾフィーが飛んでる。下から見えるよ。あー車来る。カネゴンバイバイ。カネゴンバイバイした。バイバイ。自由にお取りくださいって書いてある。めちゃめちゃウルトラマンのもいっぱいあるじゃん。テレビやってんね、ここでね。そっちコーナーからお借りしてください。そしてかっこいいね、ウルトラマンいっぱいでいいね。ちょうどに撮れた。やったね。はい。じゃあ食べよう。手に出してください。今日は消毒してた。タオルとか何も出てこなかった。ないよね。入ってないよね。おしぼりとかない。うん、ないよ。はい、テレビ見ないよ。この鳥がある。スカイタイプが欲しかった。え、なかったの？うん。持ってたよ。どこ？どんどん見てこようかと。ナビカさんいただきました。いただきます。1枚ずつじゃない食べるの。どっちか行く。ウルトラマン書いてるのと書いてないの。書いてない。ウルトラマン。ちょっとウルトラマンそこに書いてある。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。うわす。見て清太郎。どう？わかる？ビームと口と目と口だ。これこれが口、うん、ウルトラマンパンとこれウルラテって言ってウルトラマンのキャラクターのラテアート。これですね、ウルラテ。嬉しい、うん、食べよ。ウルトラマンいっぱいウルトラマンいっぱいだよこのお店は。いただきます。これちょっともったいなくて飲めないよ。コーヒーだからセーターちょっと飲めないけど、うん、見てる見てる。ウルトラマンパンも食べて半分にやるか、うん、せーの、うわ
うやこれ、聖太郎かいいだ。クリームパンだ。聖太郎かいいやつだった。いただきます。食べるところに、おっ、クリームパンの顔おいしい。端っこあげようか、クリームないところ。ウルトラマンの耳ですけど、食べますか。食べますね。どうですか。おいしい。うん、これをくしゃくしゃ。助けた。うん。じゃあね、ウルトラマン。ウルトラマンか。じゃあね、ウルトラマン。これホットケーキ、蜂蜜とか欲しかったでしょ。蜂蜜じゃ買わないと美味しくない。蜂蜜とかないから美味しくなかった。そうだよね。初めて来たんですけど、駅前のそのモニュメント求めて行ってたら工事現場でした。先月からですか、工事。あ、はい、お会いしてきました。どうでしたか。ウルトラマンショップ楽しかったです。楽しかった。また来たい。はい、うん、じゃあ最後ウルトラマンポーズで終わりしようか。どうぞ。すごいかっこいい。トリガー見てないからさ、違いがあんまり分かんないんだけど、見して。今日持ってきてたトリガーが丸ちっさい。うん、今日買ってあげたこれがスカイタイプ。うん、